はい、今回はね、いわき市内郷にあるフクロウという握らないおにぎりのお店に行ってまいりました。ここね、最近オープンしたんですけども、まあ、連日ね、すごいお客さんがいるわけですよ。で、僕オープンしてすぐ行ったんでそんなに人いなかったんですけども、まあお持ち帰りで買ったんですよね。そしたらね、ここね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、もうなんだかんだね、3回ぐらい買ってるのかな、もう。で、全然動画に撮ってないんですけども、なんかね、動画に撮ると、人増えるとあれかなとか思って、撮ってなかったんですけども、で、場所はね、このダイニングモグラっていうところの後ろに車を止めて歩いていくっていう感じなんですけども、で、ここのスタッフさんが、隣のデイサービスに通う、まあ、高齢者の方だったりするんですけども、なので外にね、こういう注意書きっていうのかな、まあ、書いてあるんですけども、まあ、すごいなんか、社会福祉というか、そういうのに貢献してるお店だなと思って、すごいここいいなと思いまして、今回ね、紹介させてもらうんですけども、おにぎらずということで、おにぎりでもないし、なんだろう、巻き寿司でもないし、キンパでもないしみたいな感じなんですけども、キンパって言った方がいいのかな、なんて言うんだろう、ちょっとよくわかんないんだけど、まあ、本当におにぎらずっていうことで握ってないわけですよ。で、間にこうサンドイッチみたいな感じで挟まってるですよね、具が。で、これ僕今回2種類買ったんですけども、2種類ともこれめちゃくちゃうまくてですね、で、動画を撮ったのが本当にできてすぐなんですけども、すでに3回ぐらい買ってます。はい、11月18日現在で3回買っております。でですね、一回も店内で食べてないんですけども、本当にボリュームがありまして、この一箱食べると、もう完全にお腹いっぱいになります。なので、本当に欲張って二つとか買わないようにしましょう。まあ食べれる人は全然いいんですけど、本当に多いんで、あとはね、ピクニックとか、なんだろう、海とか行った時に、外で食べるみたいな。のも最高にいいかもしれないですね。今の時期だとね、ちょっと外寒くなってきたからあれなんですけども、まあ、最高にうまいご飯を外で食べれると思うんで、ぜひ検討してみてください。それではまた。